俺のターン。ロングバレルオーガの効果発動、インフェルニティデスドラゴンを狙撃。グレートスナイプファーストショット。そしてインフェルニティデスドラゴンの攻撃力3000の半分、1500が気流。てめえのライフを奪う。つまり最後のデスカウンターがてめえの体をえぐり心臓を止める。俺は墓地からインフェルニティデスガンマンとインフェルニティクライマーの効果を発動した。分かってるな。俺のデッキの一番上がモンスターだった場合、俺の勝ちだ。それ以外のカードだった場合は俺の負け。選択しなければ効果ダメージは与えられない。モンスターカードがあと何枚か、正直俺も分からない。さあどうする、ロッドン。引けよ、引き金を。グレートスナイパー。モンスターカード、インフェルニティクライマー。なんだって、そんなバカなことが。インフェルニティクライマーの効果は、手札がゼロの時、墓地にあるこのカードを自分のデッキの一番上に戻すことができる。満足したぜ。